春が来た、春が来た、どこに来た。山に来た、里に来た、川にも来い。 So fucking what? はい、どうもどうも、So what です。今日はですね、皆さんにアンケートを取って僕のコンテンツで、明日明後日ねどっかに行くんだけど、どこが見たいですか、アンケート取ったら亀山がダントツ1位だったんですけど、皆さんの期待を裏切って今日は長門証言にやってまいりました。はい、今日はねこの長門証言で初めて今年のね初ボート聴講です。この初ボート聴講で春を探しに行けたらなというふうに考えてます。でも今日はねもうほげる可能性もあらかじめあれしてるので、まあほげたらねちょっとタックル紹介とかボートセッティング紹介とかもする動画に仕上げられたらなというふうに思います。では早速ですけれども出航していきましょう。はい、まず今日のオーダーですが、一番右からスティーズマシンガンキャスタータイプ3、そしてその隣がバジャー68が2本、バジャー68、バジャー68、そしてこっちに移ってブラックジャック、ブラックレーベル LG661ML プラス RB、 そして一番端っこが左端がハリアー6点なってます。使い分けとしては今日はもうマシンガンキャストタイプ3でスイムジグ、春っぽい釣りやっていきます。で、バジャー1本目に関してはカバー内用のジカリグがセットしてあります。で、その隣のバジャーはちょっとね、旧長門川に行こうかなと思ってますので、足の下えぐれを打つためにバックスライド、そしてブラックジャックはもう定番のネコリグブレーバーですね、そして巻物クランクピーナッツがセットされているブラックレーベル、そして一番端はもう、一番深いカバーを打つためのジグ用のロッドになってます。じゃあこれのセッティングで今日は行ってみたいと思います。いきますよ。まあもう本来は時期的に考えると、そうね、スポーニングで一応この今日はまたね証言が長門川の大明海マップ見てきて、水温が8度を超えたらバスはスポーニングを意識するっていう風に書いてあったんだけど、今水温が 8.6 度、まあほぼ9度に近いところまでは一応上がってます。まあ、ただね地元の荒川とかはねもう10度とか余裕であるんで、ちょっとそれに比べると、まあ、確かに冷たいのかなという気はしますけど、まあねもうまず今日はとりあえず一旦旧長門まで一気に行きます。その理由は、まあ今ここ水深 1.6 メーターとかあるんだけど、長門川の方が多分ね水深低いんですよ、証言があるこれ多分の話なんだけど、でそれは何でかっていうと長門川の方が流れがあるんだよね。だから常に動いてるから水が多分冷たい、よどんでないから。でそうした時に旧長門に行く理由っていうのは一つで、水深がめちゃめちゃ浅いから多分水が温まるのは早いはずなんですよ。なんでまずは旧長門であったかい水が入ってるであろうエリアをやっていこうかなと思います。でそこにね沈船あるんだけど、そこいつも魚ついてるから、まずはちょっとね小手始めにやってみようかなと思います。でもそんなに粘るつもり全然ないんで、もう本当にネコリグでポンポンってやっておしまい。結構な確率でねバス入ってるんだよ。
下に多分入ってるんですね。クランク、これもね春っぽい釣りでね、やっぱねこのぐらいの、まあ今これピーナッツなんだけど、このサイズのクランクを使うんだったら正直ライトニングよりこっちのロッドの方がいいんだよな。それなんでかっていうと、やっぱライトニングはね、やっぱあれファーストテーパーのせいかは、せっかくグラスなのに曲がんないっすよ、投げづらいの。そうだからこっちのブラックレベルの LG、 こいつ結構優秀でね、ピーナッツからもう比較的投げやすいんだよね。しっかり曲がってくれる。で僕の釣りにおけるやっぱクランクってそんな大きいクランク使わないから、ピーナッツとかあとせいぜい OSP のブリッツとかしか使わないから、これぐらいの方が実はいいんだよね。こう曲がるんですよ、結構しっかり曲げてくれるロッドを。ちょっとねライトニングじゃなくて俺これでいいかな。まあ実はあの旧ブリッツ、スティーズブリッツっていうロッドすごく好きで気に入ってたんだけど、やっぱ新しいもの好きがちょっとねあれしちゃってライトニングに入れ替えちゃったんだけど、正直ちょっとねライトニングに入れ替えたのを後悔するぐらい投げにくい竿。ちなみにこれ一応ねこのロッドワイヤーベイトスペシャルでね、まあ、ハシタクさんとかあと草深さんなんかもねすごいワイヤーベイトがいいロッドだよっていう風に紹介してると思うんだけど、ワイヤーベイトとクランキングができるんだったらもうこれでいいんだよね。正直巻物ロッドに僕はあんまりそこまで高品質なロッドを求めてないというか、で、ね、このロッド面白いのがねバットはしっかり残るの、パワーがあるの。そうだから多分そういう意味でシングルフックがっつりかけられるんだろうなっていうようなテーパー感。いやバッテリー切れて取れ高ゼロですね。だけど見てこれ見てくださいよ、やっとシャローに上がってるプリスポーン来たよ。いやめっちゃ嬉しい、見てこれね、やろうやったぜ。
ブレーバー、結局ブレーバー。いやマジで残念だな、これ GoPro 止まっちゃってんだよ、撮れてないけど、プリスポンバスいただきました。今年初めてのね、計測いっちゃうよ。これ何歩あるな、あでもあギリ40ねえわ、38。シャイ、ありがとう。はい、ありがとう。ちょっと長時間ごめんな。うわ元気じゃん。ということでですね、今日は肝心なファイトシーン、ヒットシーン撮れなかったんですけど、もう長戸川だけにこだわって、釣りをしました。もう全然釣れなくて、まず半べそ書いてたんだけど、今そのねシェードでねブレーバーがやっぱり火を吹きました。はい、ということで今日のちょっとね攻略、まあ攻略できてないんだけど、タックルのねセッティングについて今日はねもうあの取れ高ないんで話をしていこうかなと思います。今日のウィニングタックル、これ、スティーズブラックジャック、21ブラックジャックにスティーズ CT、橋本拓也大明神のプロデュースしたロフトに橋本拓也大明神が必ず CT をつけるようにってアドバイスをくれたこのスティーズ CT、これとブレイバーでシェードから引きずり出しました。これが今日のメインタックルです。で僕ね、ボートには6本しか基本ロット乗せないんですよ。ごちゃごちゃして踏んづけたりすると嫌だから。で、今日はこれを軸に少しね深めのカバーについてはこれ、これも橋本拓也大明神のプロデュースロッド、バジャー68にスティーズ A2 で、エスケープチビツインの 5g ジカリク、これをまあジカリクなんだけど、これペグ止めでフリーリグにもできるようになってて、場所によって使い分けるんだけど、まあ、今日は基本的にジカリクにしてカバーを抜いていってみました。でもこれ今日残念ながらノーバイトで、旧長戸川に入った時に足、ガマ足が生えてる、ガマ足が生えてるんですけど、そのガマ足のえぐれにスライドさせるためのバックスライドセッティ、まあ、これカバースライダー、ジャッカルのカバースライダーなんですけど、これもねバジャー68にスティーズリミテッド、まあそのえぐれの中に通していくイメージなんだけど、今日はこいつも不発でした、残念で。僕が長戸証言岩を、攻略する上で結構重要視しているタックルなんですけど、次がはいこちら、主にねジグ、ラバージグ、これダイワのカバージグ 10g なんですけど、ブルーフラット31をつけたもの、これをハリア6点とジリオン HD、スクールについては可変スクール、 KTF の可変スクールがついてます、まあ、これがね結構ね役に立つ。さっきのジガリグじゃ通せないようなさらに深いカバーだったりを、まあ、ガードがついてるんでしっかり入れていくんだけど、これ結構バイト出るんですよ。まあ今日はねほとんど使わなかったです。もうなんかそこまで使ってる余裕なくて、とりあえず1本ひねり出すためにもうネコリグ使っちゃったんで、今日はあんまり出番なかったんですけど、これ普段証言岩長戸川ではかなり活躍するタックルです。で最後にいつもはライトニング66でこのクランクを巻くんですけど、実は僕あのライトニング66っていう竿があんまりフィーリングが合ってなくて、投げづらいんですよね、硬くてファーストテーパーだから。でその点この今日持ってきた BLXLG の 661ML+RB、 これ僕の動画でまるでマシンガンキャストタイプ1っていう話をしたロットなんですけど、これ実はねあのスピナーベイトもいけるしクランクもいけるし、で投げ感も全然ライトニング66のファーストテーパーに比べると全然ロットが曲がって投げられるんですよ。すごい投げやすい。これがあの橋本拓也大明神がこれのファーストインプレッションっていう動画をアルティメットバスナインってのでやってるんだけど、本当にねあの大明神のおっしゃる通りで、ね、投げやすくて軽い、すごいいいロットだと思いました。なんでいつもこれにアルファセットしてたんですけど、今日はスティーズリミテッドをセットしてちょっと1分入りさせてみました。これによってちょっとライトニング66処分しようかなというふうにも考えてるんですけれども、はい、以上この6本で今日は挑みました。まあでも結局ウィニングタックルになったのはさっきも言った通りブラックジャックでした。もう今日かなり苦戦した。今時間がね
3時を回ってしまいました、15時を回ってしまいました。今日はね7時ぐらい、8時か、8時ぐらいから出勤してるんで9、10、11、12、1、2、3、7時間かかってやっと1本。いやでもフリスポーンのフリフリのね、まあ、38センチ、ちょっとサイズは長さイマイチだったけど、でっぷりしたバスが釣れましたんで、まあ一応ね、どれだかありということで、いいですかね。なんか機材トラブルでもう全然取れてないんですけど、まあ、ここからマリーナまで最後ちょっと釣りしながら帰ろうと思います。よし、頑張ろう。そこ、ここに入れて出てきたと。大体だよ、3月のさ頭、今日3月何日、3月5日4日、そんな時期にさね、6スッポ通い込んでないフィールドでね、そんなボコボコ釣れるわけないんだよ、ね、そこをそもそもなんかね夢見ちゃったんだよね。うん、夢見るおっさんじゃいられない、ダスタタララタタタタ。ということで、昨年のね秋以降久しぶりに長門証言川入りました、今日は証言川一切入らず長門川オンリー。途中でちょっとねあのモバイルバッテリー1個トラブっちゃって、そのせいで途中で電池切れちゃってファイトシーン撮れなかったけど、まあまあまあなんとかね1本プリプリのね、プリスポンバスすることができました。まだ今年は難しいですね、水温10度8、9、10度ぐらいで、まあカバーなかなか入ってなくて、シャローカバーに入ってないとなるとちょっとねどこ狙っていいか分かんなかったですけど、まあまあまあ楽しめたんで、今年最初のねボート調校としては、上出来だったんじゃないでしょうか。はい、ということで今回も、お付き合いありがとうございました。次はねボートはね亀山、ちょっとあのバシコさんがね新しい MH のカバーロット買ったんで、それを試しに亀山あたりに行けたらなというふうに思ってます。はい、それでは今回の動画もね、ためになった、役に立った、面白かったと思ってくれた方は、ぜひチャンネル登録の方で応援よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。ありがとう。ウィー